どうも、こんにちは。今日もですね、素敵なアプリを見つけましたので紹介したいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。文字入力のアプリですね。皆さんは何を使ってますでしょうか？最初から機種に、搭載されている、端末のメーカーが作ったものを使っている方が多いと思いますが、有名なところで ATOC、とかしめじとかいうのがあります。私はね、ATOC というものを使っております。まず、普通に文字を打ってみたいと思います。ここにね、文字が表示されますんで見といてください。こんにちはと。元気ですか？こんな感じですね。普通に Android の文字入力ですね。何を今日紹介するかというとですね、この文字入力のアプリです。まだアプリはベータ版ですので、製品版ではどのようになるかわかんないんですけども、今のところ無料で提供されている、素敵な文字入力アプリがありましたので、それを紹介したいと思います。これです。スタイラスベータというやつです。その名前の通り、スタイラスですね。手文字、手で、文字を書いて、それを認識して文字入力ができるという、そういうものになります。こういうアプリはいろいろいっぱいあるんですけども、なんか認識の精度が悪かったり、いろいろとあるんですよね。そんな中でこれはかなり認識の精度が高くて、日本語にも対応しているという素晴らしいアプリになります。では早速何か入力したいと思います。この部分にね、文字を書いていきます。じゃあ、さっき書いたのと同じものやってみましょうかね。どうです？こんにちは。で、認識の精度もね、いいんですよね。で、勝手にこう、スクロールしてくれる。このスピードもね、自分で調整することができます。で、次は、お元気ですか？ですね。どうですか？なかなか素晴らしいでしょう。もっと書いてみますかね。今日もいい天気。どうですか？かなりスラスラ書けるでしょ？ねえ。ここまでスムーズに、認識して変換してくれるアプリっていうのもね、なかなか珍しいんじゃないかなと私はね、思ってこれをちょっとね、入れてみました。先ほども言いましたが、まだこれベータ版ですので、今後ですね、これが有料に、顔文字もいけますね。ちょっと今ね、喋りながら適当にやったんですけども、顔文字も変換してくれますよ、日本で使われる。素晴らしい。じゃあ、ちょっと話の途中でしたが、まだこれベータ版ですので、現在無料で提供されておりますが、製品版になった場合、それが無料なのか有料なのかはね、ちょっとまだわかんないんですけども、なかなかこれ、ね、素敵なアプリじゃないですか。現在無料でもね、これだけ、無料中かベータ版でもこんだけ使えるわけですよ。スタイラスベータ。こういうやつです。見えますか？スタイラスベータ。現在無料で提供されております。一度使ってみたらなかなかハマると思いますんで、お試しください。それではまたお会いしましょう。さようなら。